川崎、ベル KH-4KH-4 は、日本の航空機メーカー、川崎航空機が、ベルエアクラフト製、ベル 47G3 バイトをベースに改造開発した4人乗り単発ヘリコプター。KH は、川崎ヘリコプターの略、4は4人乗りの意味。通常は、ベル 47G3 バイト KH-4 と、呼ばれている。 川崎は1954年から 47G のライセンス生産を行いつつ、ヘリコプターの独自開発の機会を常に狙っていたものの独自の技術を持っていなかったため、計画は進まなかった。その中、エンジン強化型の 47G3 バイトの生産を行う際、エンジンの余力を利用して多用途性を持たせた4人の離反用ヘリコプターに改造する計画が発案された。 4人乗りとするために、客室は大きく改造され、47G まで操縦席の両脇が開いていたのをドア方式とした。中央フレーム、燃料タンクなども全面的に再設計され、動力系も独自開発の新技術を採用し、上昇力や航続力も向上している。改造初号機、マナは1962年8月2日に初飛行。 11月4日にヘリの改造開発としては日本で最初に運輸省の形式証明を取得したベルのライセンスを受けて販売され、翌年に警視庁に納入されて、以降、海上保安庁、読売新聞社、中日新聞社、東北電力、農林水産航空協会、人民や物資の輸送として運航事業会社に採用されたほか、海外へも販売した。 生産は1975年まで続けられ、総生産数は203機に上る。陸上自衛隊では、ベル 47G を汎用ヘリコプター H-13 として使用していたが、KH-4 も H-13、KH として採用した。KHR-1 また、川崎では KH-4 をベースとして、 無関節型ローター実験機の KHR-1 を開発し、研究に用いた。KHR-1 は1968年から実験を開始し、研究の成果を7人乗りの KH-7 として量産する計画だったが、石油機器の影響を受けて中断された。KH-7 計画は1977年に、ドイツ MBB 社との共同開発によって、 BK117 となったが、KHR-1 の成果は、BK117 ヤードの O-1 に生かされた。ありがとうございます。